全力美女、これから1時間よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのお客さんが、はい、来てくださってますね。さあ、そして、インターネットでご覧いただいている皆様もありがとうございます。はい、改めてこの全力美女という番組は声優、役者、アイドルの私たちが全力でお届けするバラエティ番組です。さあ、ちょっと足りないところがあるのでハテナとついております。はい、ね、全然足りないところが見当たらないんだけど、うん、花ばばとこ140点100点満点中140点ぐらい。おー、すごい。こう謙虚さも大事ですからね。そういうとこがありましたよ。自己紹介いきたいと思います。お願いします。はい、MC を務めさせていただきます。今年最後3ヶ月ですね、残り。やばい。その目標が私、焼き芋がめっちゃ好きなんですけど、50本食べます。あと3ヶ月で。ちょうどでもいいさ、豊富だよね、本当に。です、尾形理香です。よろしくお願いします。お願いします。理香ティーティー。はい、同じく MC を務めさせていただきます。じゃあ、漫画と映画が大好きです。最近おすすめの漫画は王様ランキング、ぜひ読んでください。ゆっここと天海ゆう子です。よろしくお願いします。ゆっこお姉さんです。ありがとう。はい、では加藤企画のメンバーの方にも移りたいと思います。うん、では加穂からお願いします。はい、最近ハマってるのはウォーキングデッドシーズン1から見直すことです。お願いします。ウォーキングっていうのかと思った。福江加穂です。お願いします。加穂ちゃん。はい、じゃあアリちゃんお願いします。はい、はい、来年の夏の目標は甲子園に行くこと、長谷部アリサです。よろしくお願いします。おー、9時みたいな目標が、うん、え、何これ目標いう感じ。連れてっていつものでいいのか。うん、いつものやって。はい、じゃあいつものお願いします。はい、じゃあ知ってる方一緒にやってください。まいちゃん毎日マイペース。やんちゃん学園のボーカルモンスターまいんことゆずきまいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこのメンバーに加えて本日は素敵なゲストにもお越しいただいております。はい、さあ、じゃあ一旦 CM を挟んで早速進めていきたいと思います。じゃあ私たちが全力って言ったら美女ってここもハテナじゃなくてしっかり返してください。はい、全力美女。ありがとうございます。はい、それでは最初のコーナーです。ありがとうございます。じゃあちゃっちゃかいきますね。はい、最初のコーナーはお便り回答のコーナー。じゃあ、お便り、うん、お便り、はい、初企画ですね、これ。はい、うん、はい、このコーナーはですね、加藤企画のホームページに届いたメールやファンレター、ファックスと事務所に届いた疑問、質問を、うん、全力美女が全力で答えちゃうっていうコーナーなんですけど、本当に届いてる。本当に届いてんの。やらせだろ。皆さん聞いたことないよね、あの加藤企画のホームページからこんなのが来ましたって聞いたことないから、うん、これから見るんだよ。それじゃあね、皆さんは内容全く本当に知らないので、うん、これから全力で答えて、はい、いただきたいと思います。はい、さあ、それでは最初のお便りです。どうぞ。はい、じゃん。なんだ。アイドルはよくファンが彼氏みたいに言いますが、本当にファンが彼氏なんですか、というお便り。はい、東京都の、デジルさん。はい、デジルさん。デジロさん、デジルさん。さあ、じゃあこれはレギュラーメンバーに答えていただきましょうか。うん、はい、じゃあこれ答えられる人、はい、はい、はい、お、じゃあカフちゃんから。アイドルじゃないだろ、お前ら。思った、すごいね、まいちゃん、アイドルのまいちゃんだけすっごい真剣に答えた。アイドルだから、みんなのアイドルだから。いいよ、いいよ。はい、どうぞ。誰？カフちゃん。なんだっけ、アイドルが彼氏みたいに言いますが、うん、本当にファンは彼氏なんですか。うん、逆にいいんですかっていう話になってきますよね。どういうこと。いや、いいんですかって。あ、私が彼女で。そう。あー、謙虚だね。では私は返します。はい、いいよって言われたら。いいよって言われたら、もうじゃあもうみんな、もうみんな浮気もんだね。浮気もんじゃん。かわいいな。これ本当ってことでいいの。そうですね。あ、ほんとだね。かほちゃんにとってファンは彼氏みたいな存在ですってこと。そうですね、はい。じゃあちょっと次行くよ、アリちゃん。はい、アリちゃんにとってファンって。めっちゃ笑ってる。ファンね。うん、どうなんですか。どう、これは本当かどうかっていう質問なんですけど、うん、アイドルはよくファンが彼氏みたいに言いますが、うん、でもみんなやっぱ
みんな自分の中の、うん、ファン彼氏というか、うん、なんていうのヒーロー、ヒーロー、あーでも分かるかも、だって彼氏さ、そんな毎回来るって彼氏絶対ないよね、うん、まあ、ね、そうだね、確かに、うん、え、でも、もうデートの時の気持ちと一緒ですよね、そうん、ファンの方に会う時って、うん、やっぱ、うん、それはある、化粧も服装も頑張って、うん、そう、いつも以上に頑張る、うん、そうだね、うん、じゃあこれ本当ってことでまいちゃん、そうだね、いや現役アイドルのまいちゃんに最後回答していただきましょう。なんかさ、そのさ、うん、答えにくい質問をさ、質問してくんじゃないよ、みんな本当にデジルへのクレームが、いや、なんか彼氏なんですか、うん、って聞かれたら、うん、彼氏ではないですよ、もちろんだけど、うんうんうん、なんかその物販とかでファンとお話しする時間があるじゃないですか、うん、その時間はやっぱり1対1なんで、うん、なんかまあそのなんて言うんだろう、そう、もう1分のデートだと思ってもらって全然構わないってなんかすごい上からだけど、うん、なんか1分のデートだなっていうぐらいの気持ちで、うん、私はなんか接してるかもしれないです、うんうん、だってその時間をさ、うん、買ってくれてるわけだから、うん、別になんかその時間は、うん、あの常識な範囲内で好きなことをしてもらって大丈夫すっごいなんか真面目な、じゃあもうこの答えは彼氏でもありヒーローでもあるってことね、まあそうですね、おー、いい、彼氏よりもいいかもね、確かに、そうかもしれないね、本当にマジなリアルな回答来ましたね、次の質問もいきましょうか、はい、いきます、はい、じゃん、おしっこをしてすっきりしたって思った15分後ぐらいに同じ量のおしっこが出ます、病気ですか、病気です、やばいよこの人、病気です、同じ量ぐらいなんだじゃあしょうがないでも私たちの全力ビジョンハテナはつけれども全力でお答えします、答えて、はい、はい、ありがとう、はい、ちゃん、はい、今日じゃあどうしたらいい、私も多分あの結構頻尿なんですよ自分の言いすげーワード出たね、うん、そうなんですけど、うん、はい、でも同じ量はが出るのはちょっと異常だと思いますね、なるほど、うん、うん、まあ、病気じゃない、一回病院行った方がいいと思いますね、そうですね、妥当な答えだと思います、うん、妥当、はい、まあ、正解出たんだけど、まあ、じゃあちょっと聞いていきましょうね、アリちゃんぶっちゃけ病気かもしれないですけど、うん、それはだって 何も飲まずにってことですかね、わかんないかもね、うん、なんです、でも、なんか例えばお水をあの、ね、お手洗い行った後に飲んで、うん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 、から、でもまあ本当に何十分か後に、うん、あ、まあ、ちょっと進行したいない時はありますけど、うん、まあ、お酒の飲んでるかもしれない、何か飲んでれば、そうですね、もうちょっと詳しくね書いてもらえればもっと答えられるけど、じゃあまあ次回詳しくっていう、そう、あ、そうね、そうね、ちょっと毎回一応続きのお便りを、うん、そうだねいらないでしょこれまあ私アイドルなんで、うんうん、おしっこしないんですけど、どうするの、何が出るの、何が出るの、じゃあ水飴が、え、怖い、汚い、それこそ病院に、長い時は、長い時は綿飴が出てるんですよ、うわー、え、ちょっと想像してない食べれないよ、もちろ ん、 うん、もうやめとかない、ね、はい、じゃあこの、答えは病院に行け、行け、はい、はい、デジルさんの続報をお待ちしております、まだあるのね、はい、じゃあ行こう、はい、全力の皆さんは美人さんばかりなのでよくナンパされると思いますが、最近どんな言葉でナンパされましたか、またどうやってナンパを断ってますかっていう質問で、デジルしか来てないじゃん、はい、しかもデジルって、デジルめっちゃ送ってくるよ ね、 ね、そういう怪しい匂いはみんな感じてるんだよ、うん、そう、でもこういう質問も送っていいんだ俺たちっていう風に思ってほしいの今、なるほど、こういうしょうもないあれでもいいですよっていうことそう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 、まあ、じゃあ全力で答えていただきましょうか、うん、最近ナンパされたとかこういうワードが強烈だったみたいな、え、私あるある、ありに知りたい、あのめっちゃ初めて、うん、おーって思った、拍手、うん、なになに、おすげースマートじゃんみたいな、うん、なになに、え、なんかあのしかも場所が重要で表参道だったんですよ、おしゃれな街ね、おしゃれ、そう、うん、なんか渋谷とか新宿とかで声かけられてもまあなんだろう、キャッチの人かなとかスカウトさんかなみたいに思ってあんま聞かないんですけど、じゃ表参道でしかもすごい普通の方だったので、なんかすいませんって言われて、あ、どうしたんですかみたいな、たら僕はそこの会社に勤めてて、あ、そうなんですねみたいな、なんか研修中で名刺を配らないといけないみたいな、あー、で、あ、そうなんですねって言って、あ、じゃあもらえばいいんですか、うん、って言って、うん、全然もらいますよって言ってもらって、うん、あ、
でってなるじゃないですか、うんはいはい、で、あ、もういいですかみたいになってたら、うん、なんか、いや、まあこれは名ばかりなんですけどみたいな、あ、もしよかったら今からお茶しませんかみたいな、おー、なんか怪しくないですか、うんね、絶対それ外回り、それ絶対外回り、外回りの時にしてる、いやだからすごい慣れてる、すごい慣れてる、うん、なんか慣れてる、すごい、なん素直に止まったし素直に受け取っちゃったし、そう、やっぱ思ってた、それはすごい、やっぱりいつもやってるプロナンバー、いつもやってんだよ、うん、確かにスマート。え、なんかみんなじゃあある、こういうナンバーさん、お、アリちゃん思い出した、はいはい、私はね、この前、うん、この前というか何ヶ月か前に、あの、お仕事で終電ぐらいで、うん、まあ、最寄りの駅着いて、で、まあ、終電ぐらいなのでいっぱい、あのね、電車みんな、うんうん、いっぱい人がいて、そしたらなんかすいませんとか言って、あの、一緒に、あ、終電まだありますかみたいに言われて、いや、駅で降りたのに乗り換えの人もいるから、そこの駅で乗り換えの多分人なんだろうけど、うん、私はもうそこの駅で終わりだから、うん、なのに、あの、終電ありますか、一緒によかったらタクシーで帰りませんかって言われました。はい、なんでどういうことですか、割り勘みたいな、割り勘割り勘はどの場所、ね、どの辺の、新宿とか、目黒の方です、目黒区、おー、表参道も目黒もなんか一風変わったナンパしかいないの。いやいや、確かにこんなナンパは珍しいな。そうなの、珍しい、そんな変わったナンパいる。でもあんまりなんかナンパで立ち止まることない。そう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 、無視だもん、無視だもん。答え出ましたね、ナンパは無視しない。まあでも今みたいに一風変わったやつがあったらね、まあちょっとまた、うん、聞くだけならいいからっていうのあるかもしれないですけどね。そうそう、はい、話のネタにはなります。確かにねじるさんにもこのエピソードハマればいいんですけど ね、はい、そうですね。今のところこんな感じで、ね、ねじるさんしか来てない。まだそう、そう、ね、第1回目なの、はい、だから、あの、今来ていただいてる方も、あの、インターネットで見てる方もぜひ、加藤企画の公式ホームページおよびツイッターから、うん、ぜひぜひ、質問疑問募集しておりますので皆様、はい、送ってください、はい、第2回続いていくのはあなたたちです、はい、よろしくお願いします。ありがとう。はい、それではここからはゲストを呼んで歌のコーナーでーす、はい、お待ちかねの歌のコーナー始まりましたね、はい、はい、それではその早速、はい、素敵な美女ゲストをお呼びしましょう。それではゲストさん、どうぞ拍手でお迎えください。じゃあこちらに、すごい美人さんが来てくださいました。ちょっと隣に並ぶのドキドキしちゃう。じゃあ、はい、改めて自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、りょうがと申します。最近ですね、真夏にエアコンが故障して毎日サウナ三昧のりょうがです。大丈夫ですか、この無料でサウナに入れると思って耐えてます。殺人的な猛暑と言われてる夏を。そうなんです、真夏に壊れたんです。一番必要な時期に壊れて、治ってない。いや、まだですね。あららら、はい、大丈夫ですか。なんか業者さんが来てくれたんですけど、うん、修理が10月になるって言われて、立て込んでんのかな。そうですね、うん、忙しい時期だからだと思うんですけど、10月もう秋やんって。確かに、もういらなくないみたいな。いらないですよ。でもお家から、あの、配信とかもされてますよね。そうですね、はい、プロフィール拝見して。 ありがとうございます。今、あの、ミクチャーさんの方で配信させていただいて、毎日夜に配信しています。で、あの、まあ、部屋だと汗だくになっちゃうので、うん、私実家暮らしなんですけれども、はい、あの、前にね、おばあちゃんが使ってた和室に移動して。なるほど、和室で配信してるんですね。今はちょっとそこで配信させていただいてます。好きなものとか、はい、そういうお話をされてるんですか。あ、そうですね、はい、なんか趣味の話が多くて、うんうん、結構、あの、虫が好きだったりとか。虫、虫虫が好きです。虫、はい、何、推し虫は。推し虫はですね、うん、今はカイコガが好きです。カイコガ。カイコガ。カイコガ。カイコで、あの、糸を吐くやつ。はい、あの、絹を作ってる、繭をこうぐるぐるってやってるが、飼ってる。あの、あ、私は飼ってないです。はい、そうだね、うん、職業になっちゃうもん。職業になっちゃいます。はい、どういうとこが。
おかいこ様って呼んでるんですけどおかいこ様は、まあ、あの見た目のフォルムも大好きだし、あの白くてふわふわっとしたところも大好きだし、あとあの人間に例えるですと、あの財閥のお嬢様みたいな感じの特徴があって、なるほど、面白い。そうなんですよ、うん、あの飼い子があって、もう人間が絹作るために飼いならされちゃって、うん、もう自然では生きていけない、合美少女だ、はい、そうなんです、だからあのお嬢様だなと思って、あのお嬢様お怪我されるんで自転車は漕いじゃいけませんみたいな感じで妄想を膨らまして、なるほど、そうきっとこんな感じだなと思って押してます。りょうがさんも結構アレな全力美女でしたよ結構ハテナがでもこれからはまたガラッと雰囲気を変えていきます。そうですね、はい、タイトルは今日のお天気にぴったりな晴れという曲を歌わせていただきます。じゃあ早速りょうがさんに歌っていただきたいと思いますので、はい、私たちはちょっと皆さんと同じ気持ちで、はい、一ファンとして聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではりょうがさんで晴れです。未来には見えない景色
がとうございます。もう一度大きな拍手をお願いしまーす。ありがとうございます。まあまあまだまだ時間があるんで一緒にお話しましょう。すごい確かにお蚕様からまた打って変わって、はい、可愛らしい、あの元気な明るい、はい、可愛らしい曲でしたよね。今日でもちょっと皆さん首元見えますかね。そう、これちょっとね、タトゥー、今何かとね、話題のタトゥーかなって思って聞いたら、そう、そういうじゃなかったんですよね。シールだっけ。シールです。テントウムシ。おしゃれ。これ何で、かわいい。これ、シールになってるやつを貼っていて、ちょっとあの、ジョジョを意識して。おー、ジョジョー。多分あの読まれてる方、お客様の中でも。そう、わかりますかね。テントウムシっていうことは、はい、何部 ?5部。そうなんです、はい。おお、わかる、ジョジョ。全然わかんない。自転と無事覚えといて、大事だから。そう、5部に結構出てくるんです。あ、はい、了解しました。それを踏まえて、はい、まあ、読んでみたいと思います。読んでくださいね。読んでみたいと思います。ありがとうございます、はい。さあ今の曲、晴れという曲だったんですが、うん、これは CD とか配信とかはされてるんですか。9月2日に CD が発売したばかりで。あ、今月。そうなんです、はい。ライブがありまして、その際に発売させていただきました。じゃあこの後の物販とかでも。そうですね、今日も持ってきたので、うん、よかったらお手に取ってみてください。じゃあ物販来れないインターネットの前の方は通販とか、うん、あ、通販もやってます。すごい、はい、手広く。いやいや大事、今月発売したばっかりだから ね。そうですよね。でもみんなの手元に行くってすごい大事ですよね。なんか手に残るっていいですよ ね。やっぱライブもいいけど、そうそう、うん、やっぱ配信していると結構遠くでなかなかライブ来られない方がいらっしゃるので、うん、そういう方からリクエストをいただいて実現した通販になります。おー、すごい。じゃあそんな素敵な美女ゲスト、まだまだこの後もご登場いただきます。はい、それでは一旦りょうがさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあこの後クイズコーナー、はい、それでは CM 開けました。どんどん進んでいきましょう。はい、全力で頑張っていきまーす。はーい。あれ？あれ？カホは？カホは？カホは？わあ、もうやだ、出てこなくていいよこれ。これまたのパターン。そう、ちょっとね、パターンが読めたわ。鉄板になりつつありますこのコーナー。そう、わかる人は、そうです、カホちゃんのモノボースのコーナーです。イエーイ。イエーイ。イエーイ。おー、どうしたどうした、全力で来いよ。もういい？もういいよ、呼ばなくて。呼べ。呼ばなくていいよ。呼べよ。進めよ。ドキつけ、福岡だからドキ強いわ。呼べよ。かわいそうなので ね、お呼びしましょうか。じゃあ、かほちゃん、どうぞ。どうぞ。出たよ、その鉢巻き。なになに、センスよ、センス。なんか増えてるじゃん。君たち。はい、君たち。君たちに物申す。はい。やっと申すじゃん。私はバカかもしれないけど、一番バカではありません。バカだよ。いいね、このくだり好きだよ。バカだよ。また、うん、なので、うん、今日は私から皆さんに問題を出したいと思います。またお、はい、ということはリカティンはリカネーも答えます。そうだよね。そう、この頭のいい振りをしてるので、わけのわからない MC で安全だと思ってるとこだから。いや、振りとかしてないけど。で、ゆっこ姉さんはいつも通りお手伝いいただいて。じゃあ、うん、かほちゃん側で頑張ります。はい、お願いします。さあ、でもこれ何やるの。そうですね、まずモニターに、うん、私がジェスチャーしている映像が流れますので。いい、はい、ジェスチャーしかできない。これってことで、これでしょ。そうですね。ちょっと逆で出た。ナイスだよ。はい、でるん、福江のこれはわからないだろう問題。言っちゃったから、ジェスチャーって言っちゃったからもう。はい、じゃあさ、わからないだろ問題って、わからないだろ問題って何。わからないだろ問題ということで、まあ先ほど言いましたけども、うん、はい、ジェスチャーしてる映像が流れますので、はい、それが何のジェスチャーというか、まあ、気持ちですね今回は。あ、前回電車だったよね。物だったしね。そうそうそう、気持ちなんだ。気持ち、気持ちのジェスチャー。難易度上がってる。難しくない。上がってます。私の心を読まないとちょっとわからないかなっていう。まあ、でもほら、みんな役者さんだから何を表現してるか伝えないといけないし、ね、汲み取らないといけないから。やばい、急にプレッシャー。もう変えられないから。あれ変えられないからね。プレッシャー感じるのこっちだから。じゃあちょっと一旦 CM 挟みまして、その問題作ご覧にいただこうと思います。問題作みんなも挑戦してください。はい、
はい、それでは福江のこれはわからないだろ問題、早速ね、問題に移っていきたいと思います。はい、じゃあ、わかった人は手挙げてもらって挙手でいいかな。はい、これ本気で答えていいんですか、ね、いや、本気で答えてください、うん、全力で。了解です。じゃあ、かほちゃん、V 振りをお願いしますね。はい、じゃあ、皆さん、注目してください。モニターにね。はい、どうぞ。おい、曲を使うな。なになにこれ、変わってないじゃん。よく見て。嬉しそう、あーもう出てるわ。これ、え、はい、分かった人見て。はい、はこれからこうなったら、めっちゃなんかさ、はい、普通に可愛い写真を見せられて終わるみたいな。そうそう、これはあることを表現しています、うん、そうですね。なんか嬉しそうだったね。おー、いいね、いいね、いいよ、いいよ、それで正解じゃないの。なんでなんで嬉しそうなの。もう一回見たいです。もう一回見たい。じゃあもう一回お願いします。そう、じゃあモニターに注目いただいて。はいはい、じゃあいきますかね。いつでも大丈夫です。え、戸惑ってるで、みんな。びっくり、にっこり、にっこり、びっくり、キャハ、テレ、テレ、テレ、もう出てるね、これは。なんでか分かった人手挙げて。はい、どうぞ。消して。分かった、分かった。はい、はい。男子に告白された。おお、え、当たり？正解。なんかもらったのかと思った。なんか、あ、え、ありがとう、うん、みたいな感じかなとか。愛をもらいました。ね、本当に同じさ、レベルってことだよ。こっちの方がやばいと思う。そんなことない。さすがやっぱ前の電車当てたのもありちゃんだったよ。うん、愛ちゃんやっぱさすがですね。気持ちが一心伝心で伝わってる。よく分かったね。そうですね。告白されて OK を出すかほちゃん。あら、はい、OK だったの。あ、OK だったの。はい、じゃあちょっとね、もう2人は答えられなかったということで、うん、ちょっとお尻出しなさい。どういう罰ゲーム系なの。あ、そうよ、聞かない、そんな。なるほどね。これを、みんなの前で恥ずかしいで、ちょっとここね、お尻。割れ目ね。うん、割れ目。商売道具だからね、この体。あ、いった。うわ、はい、結構痛い。尻が4つに割れる。リアクションできない痛さ。尻が4つに割れる、マジで。もっと引っ込んでいくかと思ったら、結構痛い音しか鳴ってた時。ならないのよ、これ。いやね。ミコハンマーじゃないのかな。じゃあ、それじゃあ、このメンバーでこの後も続けていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。鈍い音だったね。はい、続いてのコーナーは一般常識テスト。イエーイ。もういいよ、どうせ答えられないんだから。もういいよ、諦めないで。一般の人分かる、うん、そして前回は奇跡の全員一致というスペシャル。奇跡か、奇跡か、当たり前なんだけどね。結構全力でやってね。本当にこの感覚が分かんなくなるよね。一般常識だと分かりつつも、これは一般どっち、なんかすっ、え、すごいみたいな。そうで、その前やっぱり物差しにもなっていただくということで、うん、一般常識が育ってるゲスト涼真さんにもこれから挑戦していただこうと思います。本当に普通に答えてもらって大丈夫なんですか。自信ありますか。はい、その引っ掛けとかないですよ。ちょっと前回のを見させてもらったんで。ありがとうございます。ありがとうございます。当たったり当たらなかったりしたんで、私も自信ないですね。なんだっけ、なんか前回のさ、ね、なんかを隠すなら森に隠せみたいな。あ、それ難しかったね。意味わかんないと思って。全然わからん。なんか森に隠せみたいな。自転を引け。え、それさ、なんか曲がってない。木を隠すなら森の中かな、うん、その。あ、そう、それそれそれ。そう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 。なんやそれ。難しかった。ドキドキしてきた。もう早速行きましょうかね。木を見て森を見ずじゃなかった。木を見て森を見ずか。木を見て森を見ず。もう全部見なさいよ。もういらっしゃいよ。ハテナのメンバーでやっても進まんわ。うん、行きましょう。私たちもハテナだわ。じゃん、はい、有名なことわざ、夫婦喧嘩はほにゃららも、あ、これほにゃらら食わぬ。はやばい。じゃあ10数えるから、じゃあリカってみんなの回答3つで。はい、10、9、おっと、いや待って、え、7、ちょ、待って、5、怖い、4、3、2、1、はい、かけましたね。じゃあせーのでオープンお願いします。せーの、オープン。じゃん、え、怖っ。あ、そういうことね。納得したわ。じゃあちょっと端から見ていきますかね。ご飯も食べるの。はいはい、夫婦喧嘩はほにゃららも食わず。アリちゃん、ご飯いる。餓死する。だから夫婦喧嘩だから、夫婦喧嘩だから、うんうん、
からもうご飯も食べない、一緒に食べないってこと。ご飯も食べないだから、まあまあ、奥さんも、うん、あの作ってあげない。あ鬼嫁やん。あそういうことか、ね、なるほどね、うん、だからご飯、あそんな決まなくやるぞってことね。 え、じゃあマインは犬。あ、犬ね、犬ね、怖い、うん、ちょっと待ってこと。どういう意味犬、犬が怖い。え、犬を食べるってこと。違うよ。じゃあそんな、かほちゃんは時間、時間食、時間も食わぬ。なんかすぐ終わるってこと。食わぬって言ったら時間かなっていう、なんか指令が来た。時間は何受信したの。頭になんか食わぬって言ったらもう時間しかないよ。指令感間違ってる。それしかない。カホの頭の中には。そう、ちょっとリョウガさんここは、はい、これは自信あります。犬、かわいい、かわいいイラスト付きで、なんか天が一個ちょっとゴマみたいな。おまけ、おまけですね。ここ私はないことにしよう。編集でね、はい、いい感じにしましょう。いい、そう、正解はもちろん犬でーす。まいちゃんとりょうがさんに拍手。当たり前だよね。はい、犬が食べないってことで、全然意味が分かってない。犬をじゃなくて犬が食べないってこと。犬も食わぬ、もうやっとれんわって。犬も、そう、夫婦はね、細かいことすぐ元に戻ることから放っておけばいいよっていうことで。そう、みんな釈然としてないね。よく分からない。そうね、正解率 50% だったからね。でも次行きましょう。はい、じゃんじゃん行きます。はい、じゃん。はい、有名なことわざ、百害あってほにゃららなし。あ、はいはいはい、何がなし。これはね、よく聞くよね。うん、じゃあ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いい感じかも。いい？じゃあ、お願いします。オープン。ででん。おお、一里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 。でもやばい。でも、りょうがさん、ひらがなだよ。あのね、一里のり、これじゃない？え、利益のりじゃない？え、つわりじゃない？え、これはないと。断りって何？え、あの、一里っていう里？里だっけ？利益のり？そう、なんか、あれ？すげえ茶立てそうな名前出てきたら、ちょっと、うん、そうそうそう、ちょっと京都っぽいかなと思った。そう、でもしかし MC もハテナなところはあるゆえ、自信はない。漢字はちょっと苦手かも。でも、あの、一里、そっちなんや。はい、数の一里ですね。へぇー、たぬきみたいね。それは知らんかった。うん、いや、正解。なるほど。いや、でも正解は正解ですね。100話題はやって一個もいいことないっていう例えでしたね。まあ、大きく、はい、正解です。全問正解。やったね。いいですね。調子いいね。調子いいですね。今日は来てるよ、みんな。調子いいわ。じゃあ、これにしよう。続いていきましょう。じゃん。めったに訪れそうもない良い機会、二度と来ないかもしれないほど恵まれた状態の四文字熟語。センサ。あ、うんうん、え、ちょっと待って、私やっぱ潜在か。潜在ホニャララグ。頭いいんじゃない。頭よくさ、頭いいかもしれない。頭いいかもしれない。7、6、5、簡単すぎじゃない。今回ちょっとレベル落としたね。2、1。おぉ、いい感じ、いい感じ。オープンお願いします。1、1、1、1、1。大正解。知ってた、知ってた、知ってた。これよく聞く。え、潜在一遇じゃないの。センサ、潜在一遇。ごめん、読み間違えた、うん、私が。私らもハテナだ。え、これは聞いたことあった、ね、あった、うん、りょうがさん、眉毛みたいになってるけど。ちょっとめっちゃ失敗したな。いい状態にしてくれたんですよね。あ、嬉しい。嬉しいけど、これ一般常識だもんね。こんな、ちゃんと取れ高がない。取れ高がないよ。取れ高ないよ。成長が見えるよね。そう、成長したってことだよ、私たち。やっと嬉しい。え、ちょっとじゃあ小難しい方がいいか。ちょっと難しいの行こう。ちょっと小難しい。下げすぎた。頭いいからさ。あ、うん、これどうかな。そうですね、うん、じゃん。これでも分かるかな。まだ決まっていない収穫を見越してあれこれ計画を立てることを取らぬほにゃららの川残業。空欄は何。超簡単でしょ。10、9、取らぬほにゃららの川残業。6、5、4、3。いや待って、意味わかんないんだけど。1、はい、かけたー。それでは、あれ違うかな。オープン。じゃんじゃーん。おどうしたみんな。トラ、タヌキ、みかん、魚。
なんかさ、いろいろ出たの。え、今日多分買い物メモみたいな。位置で揃ったのに。え、これみかんの絵じゃなくない？え、これみかんだよ。梨。ちょっとこの判断、りょうがさん、これは？え、魚じゃなかったっけ？とらぬ魚の皮だよ。ブー。かほちゃん、皮があるからみかんだよ。何言ってんの？わいちゃん、何言ってんの？え、たぬきじゃないの？じゃありきって皮あるの？え、もうわかんないからトラ。強い。正解はまいちゃんのたぬき。このさ、知ってるのにさ、不安になるよね。そう。たぬきの何だっけ、皮ざい。自信あんのに出した瞬間不安になる。あの、マタギさん、あの、漁師さんとかがタヌキ。漁師さん？うん、そう、皮取ってて、まだその漁師さんって魚の人じゃない？あれ？マタギ？カリウド？うん、カリウドの人が、まあ、取ってもないのに一匹いくらで、だから、業界で、うわ、すげえ金持ちじゃんってやってもないのにやること。あー、っていうところから。そういうイメージがあるからってこと？え、そう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 、あの山で捕獲されるというか取られるやつね。取らぬタヌキ、タヌキ取ってないのにってことだね。まあでも魚でもね、魚一匹いくらだからっていう大きな枠では合ってるけどダメです。はい、すごいね。それオッケーならみかんでもトラでもいいんじゃない？そうやね。なんでもね。うん、多様性を求める社会になってきたら。もう一回じゃあなんかどうする？ゆとりだから。じゃあ、一人だけちょっと示して、これ CM 前に行こうかな。そうですね、サクッといきましょう。はい、じゃあ、ぜひやりたい人、挑戦したい人。はい、じゃあ、りょうがさん、どん。簡単早口言葉問題出ました。一般常識じゃないやつね。まあ、女優ならって書いてるんで。じゃあ、りょうがさん、お願いしてもいいですか？はい、ブラジル人のミラクルビラ配り10回。うん。そう言ったか。早口でお願いします。せーの、ブラジル人のミラクルビラクラブリー。ブラジル人のミラクルビラクラブリー。アウト。他人に厳しい。アウトです。今日がケツバット。 CM のために間違えてくれたのかな。そうですね、今回10回言った尺伸びちゃうかね。ありがとうございます。優しい、尺ぴったりです。さすが。はい、引き続き一般常識クイズ続いていきますよ。はい、頑張ります。有名なことわざ、雨降ってほにゃらら固まる。簡単。舐めて固まる。舐めてんな。なんでこのなんか今まではさ、空欄は何とかだったのに。可愛く来たね。可愛く、可愛くなってる。9 8 7 6 5 4 3 2 1。リカティのこのリアクションもちょっと面白かったね。途中ですごい変わったね。じゃあオープン。じゃん。お、お、 G。それ正解は G。 大正解。なんでこれは分かったんだろう。知ってる。どうしたって聞くのもあれだけど、一般常識だから。どうして知ってるの？みんな当たる時はね、分かるよ。あまりにも簡単すぎるんだよね。簡単すぎる。じゃあ舐めてたか。いや、今までもね、簡単すぎたんだけどね。そう、難しいだよね、問題ですもん。なんかこっちもどれが分かってどれが分からないのか分からない。迷宮に入っていくね。うん、なんか多分ね、音で覚えてるんだと思う、みんな。なるほどね。口に出してね。じゃあこっちに行きます。そうですね。じゃん。ミラクルビラ配り。うん。有名なことわざ、一寸の虫にも五分のほにゃらら。空欄は何？はい、分かる。カホがもうやばい顔してる。笑ったね。顔がやばい顔してる。10 9。手が進んでない。8 7。あれ6 5 4 3 2 1。大丈夫？カホ大丈夫。カホやばいな。りょうがさんから順番に開けていこうかな。そうですね。じゃありょうがさん、オープンお願いします。じゃん。椅子の虫も五分の魂。おー、すごい昆虫好きなだけあって、ちゃんと絵柄も入れていただいて。じゃあカホ行こうか。すげえ顔してるよ。オープン。セミカホ。セミ。一寸の虫にも五分のセミ。みんなみんな五分セミってこと。みんなそのセミなんだよ。ちょっとわかんないです。それセミ、ハチも。そう、セミ基準だよ。そういうこと。セミ部分があるよってこと。そうそうそう。そういうこと。じゃあ前行こうか。はい、
一寸の虫にも五分の命。あ、命じゃない、魂だっけ、命ね、迷ったんだよね。じゃあ、アリちゃん、はい、一寸の虫にも五分のじゃん、胴体。どういうこと？え、だって、一寸でしょ、ちぎれる。一寸、例えばこれだとするじゃん、まあ、そんなでかくないよ、三センチぐらいね、けど、うん、こういうあれでしょ、うん、今回だとしたら、うん、それをやっぱ1個のこのちっちゃいのじゃなくて、こう細かく分けたら5個ぐらいの胴体になるって。昆虫ってこと？そうそうそう、え、スタイル昆虫って 3つだよね。3つの体からできるんじゃなかった？頭、胴体、ケツみたいな、うんうんうん、ありはそう。でもいいのよ。でもいいのよ。いいのよね。ちょっとでも強かったからそうかもって思った。違う違う違う、いいのよ。さあ、ここはね、りょうがさんがね、さすがですね、はい、そうです、りょうがさんの大正解、大正解です。拍手。命でも正解だよ。まあまあまあ、大きくね。でも音で覚えるって言った割によ、は私は違うよ。私は意味で覚えてるから。あー、ちゃんとね。そうそう、ちょっとね。胴体。セミと胴体は本当にセミやばいよね。セミ、パッて横見たけど、セミってさ、デカデカと書いてあってびっくりしたもん。ゴムのセミ。じゃあちょっと簡単な問題に戻ろうかな。じゃん。ほにゃららの耳に念仏。ほにゃららは何？もうレベルも初心者問題にも初心者ですよ。10、本当に9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、書けました。クスクス笑って行くよ。じゃあ全員でいいかな。オープン。じゃん。うま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 、大正解。これすごくない？絶対みんな一緒になるやつは一緒になるね。すごいね。なの、確かに確かに、確かにレベルが低いんだよ。のこのレベルに合わせろってことで、ね、でもやっとだよね。本当に2問に1問は正解するようになってきたよ。そう、でもちょっとさ、いいやん、カフちゃんのちょっともう一回フリップ前出してもらっていい？それ何？何？かわいい。なんか馬だよ。はぁ、どう見たらいいの？笑ってるってこと？口？なんて言うんだろうね。書いた本人が分かってない。でも指令が来たの？ 鼻の部分っていうか、なんか鼻と口の部分っていう、なんか馬ってこういう感じじゃない？ほら、あ、うまうま、さすが。やっぱね、やんちゃん学園音楽部で競馬部やってるだけある。ね、競馬部やってるから、ちょっと私がぶったの香りもするけど。カホちゃんよりはすごい馬だった。カホの怖いんだけど、なんか怖い。ちょっとすごいさ、昔の人が遺跡に残してる感じのやつじゃない？そうそうそう。いいね。でも正解率だんだん上がってきましたね。第3回にして、はい、結構問題あるんだね。これ全部いけるそう。そうだね、うん、じゃあいっちゃいましょうか。じゃん。有名なことわざ、火のないところにほにゃららは立たぬ。やばいやばい。天才かも。10、9、8。これで天才って思えるならすごい幸せだよね。4、3、2、1。はい、書けました。はい、はい、それでは。じゃあ一斉にオープン。間違えた。せーの、ダン。あれ違った。新しいぞ、なんか悔しい。なんかさ、すごいツボっぽい。でも煙、これ合ってるかな。煙、まあ、振り名は煙って書いてある。煙、煙、何、何が違うの？噂。こう噂。あれ何、こうじゃない。何、造語、造語ができてる。で、ひとまず正解は煙です。煙ですね。いや、もうなんかイエイもあるけど、それ以上に突っ込みたいところが。アリちゃんの言うことはそう、噂みたいな形で、そう、根拠のないところにそういう物事は起きませんよっていう意味で、まあ噂とかによく使われますよね。そうそうそう。それより煙っていう感じがさ、なかったことにしてるけど、まいんちゃん。消してたけど。なんか、え、な、これ何煙ってほら、書いてある。煙って。ちょっと漢字勉強していこう。考えたことにした。煙って書いてある。ね、あの、フルーツのさ、漢字を覚えるのもいいけどさ、煙も覚えようかな。え、煙ってどうやって書くの？じゃあ。だって煙って可愛くない。は？可愛い。じゃあ、後でパパでぜひあの煙という漢字を教えていただいて、これだよって優しく教えてあげてください。じゃあ次行こうか。じゃあラストかな、うん、そうだね、ラスト。これじゃあみんなにやってもらおうかな、はい、早口問題、じゃじゃん。女優なら簡単早口問題、肩叩きを10回言ってください。肩叩き機、肩叩き機か、肩叩き機、ね、はい、じゃあ我こそはっていう、
こうか。はい、うん、はい、じゃあカホ行こう。10回10回、うん、片手たききかたた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 たカタタタキキ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 カタタタタキキカタタタキキカタタタキキカタタキキカタタキキって言ってた。最初すごい綺麗だった。よかったよね。うまかった。ちくしょう。惜しい。煙もかけねえし。ヒント掴んだかもしれない。ヒント掴んだ。じゃあアリちゃんいっちゃう。いい、いいよ。いきます。カタカタタキキカタタタキキ。ヒントどこ行った。カタカタキキカタタ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 タキキ。おお、後半持ち直すパターン。最初カタカタキキって言ったよね。最初失敗した。後半持ち直すパターンのやつですね。じゃあ涼河さん、完璧なカタタタキキを。まだ時間、まだ時間あるし。ダメだったのに。頑張ります。せーの、カタタタキキ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 。おお、かかとたたきキって一瞬肩がなくなっちゃった部分もあるけどね。一回どっか叩いたね。全身ほぐれちゃう。でもすごい、すごい。マッサージ機やね。みんなでもクイズやべえと思ったけど、意外に10回早口ならいけるんじゃないっていう、そうね、希望が見えましたね。希望が見えた。そう、頭関係ないからね。そうだね。そうね、言えばいい。滑舌だね。そうだね、滑舌とか演技力だからね。カタタタキ、カタタタキキね。今回すごい成長したんじゃない。ずっと見て、もし見てくださってる方いたら、はい、すごい感動一緒に味わえたんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ続いていきます。豆かと思った。はい、エンディングのコーナー。イエーイ、イエーイって。早いね。早いね。意味分かって言ってる。イエーイじゃないね、確かに。こんなメンバーでしたが、ゲストの涼河さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しかったです。本当ですか、嬉しい。クイズ一緒にやりたかったので。わー、すごい、嬉しい。嬉しかった。よかった。じゃあもうぜひぜひ、じゃあもう告知あればいっぱいこの時間使って。告知ありがとうございます。ライブが2つ決まっていて、あの次の金曜日ですね、9月14日の金曜日に秋葉原 16Z という場所でライブをいたします。こちら入場500円で、なんか LINE アット会員だと無料で入れますので、はい、すごいお得なライブになります。でその次が来月10月の10日、こちらが水曜日なんですけれども、こちらは上野の上野音横丁というところでライブします。はい、全部発売されたばっかの CD 持っていくので、よかったら聴いてみてください。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあメンバーも告知あったら。じゃあ私が、うん、はい、10月の6、7に大磯ロングビーチにて、うん、やんちゃんフェスがあります。前回も新宿レニーさんでやらせてもらって、すごいいっぱいお人気のアイドルさんいっぱいお呼びしたので、うん、ぜひぜひ皆さん大磯ロングビーチに、グラビアの人たちも来てくれるみたいなので、豪華ですね。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、そしてこの次回全力美女は11月を予定しております。はい、さあ日程などはまだ確定しておりませんので、うん、加藤企画公式ホームページ、ツイッターなどでまたお知らせさせていただきたいと思いますが、はい、何よりやはり番組を作っていきたいので、質問、疑問、感想、はい、批判お願いします。ぜひぜひ、はい、今回はデジルさんしかいなかったので、本当にデジルさん、デジル詰めたら、もうデジルを出させないでくれ。頼む。何
でもいいね、うん、質問するとかでもいいから、そう、あともう一回りょうがさん呼んでくださいとか、そういうのも全然、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そして、この後は建物の2階にて物販を行わせていただきます。私たちが着用している T シャツも、まだ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 販売しておりますので、皆様ご協力よろしくお願いします。それでは最後は全力美女のコールで終わりましょう。全力美女、ありがとうございました。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 あ、見てほらエンディングついてる。いやいやいや、いいじゃん。あと少しだけ近づき、これは新曲職業病だね。職業病。